everyone! Let's study English! 皆さんこんにちは。英語の学習を始めましょう。今回は Unit 7 Amazing Australia の1回目の学習をします。教科書95ページから103ページの内容です。Today's topic 1何かと比べて説明する比較級と最上級 ERESD 2 More, the most は今回の動画で学習をします。3つ目の同じくらいのものと比べて説明する As as は次の動画 Amazing Australia の2回目を見てください。それではまず1つ目の何かと比べて説明する比較級と最上級 ER と ESD、教科書は Part 1、96ページから97ページの内容を学習しましょう。 The teacher introduces about her country. Let's listen. Today, I'll tell you about my country, Australia. Australia is large. It is larger than Japan. It is the largest island in the world. それでは例文で確認をしましょう。Australia is large. この文を比べる文、比較級を使った文にしてみましょう。比較級にするときには、形容詞の large に er をつけて比較級にします。そしてその後ろに比べる対象を置いて、何々よりもという意味の than をつけて、Australia is larger than Japan とします。最上級にするときは、形容詞に est をつけて最上級にします。最上級の前には必ず the をつけましょう。なぜ the をつけるかというと、最上級は話している人たち全員が共通認識できるものなので the をつけます。それではまとめです。何かを比べて何々より何々と説明するときは、形容詞や副詞の語尾を er、比較級に変えます。一番何々と説明するときは語尾を est、最上級に変えます。教科書153ページに形容詞と副詞の変化表がありますので参考にしてください。では er と est の付け方を確認しましょう。基本的には形容詞や副詞の語尾に er、est を付けます。ただし語尾が E で終わるときには R と ST だけをつけます。例えば、tall、taller、tallest、wise、wiser、wisest のようなものがあります。2番目、語尾が Sin プラス Y のときは Y を I に変えて ER、EST をつけます。例えば、easy は Y で終わっていますので Y を I に変えて ER や EST をつけ、easy、easier, easiest としましょう。3つ目は語尾が単母音プラス子音の時です。この時は子音字を重ねて er, est をつけます。よく使うのは big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest この2つです。では次に何かと比べて説明する比較級と最上級 more,The most を学習しましょう。教科書は Part 2、98ページから99ページの内容です。オーストラリアについての説明が続きます。I'll tell you about popular sport in Australia. Rugby is popular in Australia. Rugby is more popular than soccer in Australia. How about Japan? Which sport is the most popular in Japan?例文で確認しましょう。Rugby is popular in Australia. この文を比較級の文に変えると Rugby is more popular than soccer in Australia となります。また最上級にするときは Which sport is the most popular in Japan? となります。先ほど比較級や最上級にしたときは形容詞や副詞にER, EST をつけましたが、今回は More, Most をつけています。
どのような時に使うか確認をしましょう。単語にはそれぞれ音節があります。音節とは聞こえてくる音のまとまりのことです。一つの単語の中にいくつ音節があるかは単語をハミングで発音をしてみるとわかります。3音節以上ある単語や2音節の単語の一部には more や most をつけます。それでは音節を実際に確認してみましょう。 difficult は何音節でしょうか。 difficult をハミングで発音をしてみるとふん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  difficult 3音節ですね。では interesting はどうでしょうか。実際にハミングで発音してみてください。それではどうぞ。わかりましたか？ interesting はふん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  interesting 4音節ですね。また famous はふんふん famous 2音節です。これらの単語はすべて more、most をつけて比較級、最上級を作ります。今まで音節の説明をしてきましたが、音節が難しいなと感じた人もいると思います。基本的に more、most をつけるときは、スペルが6文字以上の長い単語のときと覚えてください。ただし、pretty と strong は er、est 系なので、そこだけ気をつけてくださいね。それではまとめです。音節が2つ以上ある形容詞や副詞の中には前に more を置いて比較級にするものがあります。最上級にするときは the most を置きます。どちらも語尾は変化しません。それでは練習問題をしましょう。 Let's practice。 問題1、絵を見て2人のことを比較する表現を使って言えることを考えましょう。答えは一つとは限りません。15秒でできるだけたくさん言ってみましょう。それではスタート。回答例です。さあ、どんな表現を使いましたか。回答例としては、Miho is older than Yuki. Yuki is younger than Miho. Miho is taller than Yuki. Yuki is shorter than Miho. などが考えられます。問題2、金閣寺について最上級を使って表しましょう。金閣寺は京都で一番有名なお寺です。10秒以内に言ってみましょう。それではスタート。答えは金閣寺 is the most famous temple in Kyoto になります。今回は何かと比べて説明する比較級と最上級の ER、EST、More, the most について学習をしました。それでは今日はここまでです。Thank you for watching. See you next time. Bye.